キャロウェイさんの新シリーズマーベリックと人気のシリーズエピックフラッシュからそれぞれのフェアウェイウッドを紹介していきます。フェース面をですね AI による設計のフラッシュフェイス SS20 というものが採用されています。フェアウェイウッドの、そのミスの想定とかですね、そういった部分を細かく、AI 人工知能が分析して、非常に凝った作りになっていますね。ドライバー同様こちらもですねジェイルブレイクテクノロジー搭載されています。ソールから、クラウンをですねヘッド内部でつなぐことで、打点のミスとかですね、ズレとかそういったことによる余計な振動を抑えてですね、ボールの余計なスピンとか曲がりを抑えるテクノロジーです。最大の特徴なんですけれども、芯を外してもですねやはり私が感じたところはもう曲がりにくい。だいたい遠側に外すとですねこう強いフック、ヒールで打つとスライスというようなミスが出やすいんですけれども、わざとですねちょっとそういうふうに打ってみたんですが、どちらもですね、狙った方向というか打ち出した方向からほとんど曲がらない、非常にこうミスをミスにこうさせないようなですね、非常に直進性の高い仕上がりになっています。ボール初速を高めやすく無駄なスピンの入りにくいジェイルブレイクテクノロジー、それからですね AI 人工知能が設計したフラッシュフェイス、これが同様に搭載されています。一つの工夫としまして、ここのフェース面下に2本溝が掘られています。こう構えた時にですねこう非常にこうボールを打つイメージがとても湧きやすくてですね、こうすごくミートしやすい効果があります。で特にフェアウェイウッドってヘッドが小さいのでこうすごいこう不安感に襲われるんですけれども、この2本の線によりですね ここに当てればいいんだなみたいな少し安心感にもつながりますし、私はこの工夫が非常に気に入ってます。直進性の高いフェアウェイウッドを求めているのであれば、マーベリックはおすすめですね。もともとキャロウェイさんってフェアウェイウッドとても作るのお上手なんですよ。なのでこう抜けとかですねボールの拾い具合とかっていう、キャロウェイのもともとの良さっていうのはしっかり持ってますので、キャロウェイのフェアウェイウッドを好んでる人たちは全然普通に受け入れられるモデルだと思います。非常にこう抜けが良さそうなこうつるんとしたソール、滑りやすいソールのおかげでですね非常にこうダフリのミスに強くてですねボールが拾いやすい、ダフリのミスに強いモデルに仕上がってると思いますね。海外ブランドですね、どのフェアウェイウッドを選んでいいかわからないっていう人はまず、エピックフラッシュスター、こちらは、一つおすすめのモデルになりますので、検討してみるといいと思います。結果が出しやすくなったマーベリックシリーズとコストパフォーマンスがぐっと上がってお買い求めやすくなったエピックフラッシュといった感じです。